今日は、知っているスタンダード曲を増やそう、というテーマのもと、話をしていこうかなと思います。はい、どうもです。ジャズベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。 えっとですね、まあ、毎回ね、このチャンネル、この動画、見ていただいている方だと、まあ、僕がね、よくジャズアドリブの話をしているというのは、もうね、あの、ご存知で毎回見られている方も多いと思うんですけども、そんな方ありがとうございます。そしてですね、もしかすると今日たまたまね、ちょっとね、あの、面白いタイトルというかね、変わった切り口で話していこうかと思いますので、初めて見られている方もいらっしゃるかもわかんないんですけども、その方もよろしくお願いいたします。 普段はですね、まあ、僕話したようにジャズベーシストということで、まあ、もちろんベースの話もトピックもたくさんしてるんですけども、えー、最近ですと、まあ、ジャズやということで、えー、ジャズの切り口からいろんな話をしていますで。もちろんね、ジャズのベースラインの話もしてるんですけど、アドリブの話も最近たくさんしております。 そして、そのジャズのアドリブの方法、いろんな練習方法があったりすると思いますし、もしかすると勘違いした、勘違いしたとい,という言い方変なんですけど、まあ、のね、ちょっとね、習いに行ったりすると、これはやってもうまくならないなという方法で練習されてたりとか、まあ申し訳ないですけど、指導されてる先生もいたりするので、 まあ、その辺がちょっと危ういですよという話だったりとか、えー、もっとこういう練習した方が良くなってきますよとか、まあ、一般によく言われている、うやった方がいい練習、よく指導される練習とかもあったりするんですけど、 もちろん効果がある練習も入ってるんですけど、まあそのタイミングとかによっては効果が変わってきたりとか、あと初心者の人、始めたばっかの人だと、もうちょっと一般的に言われるのとは違う切り口で練習をした方が効果があるんじゃないかとか、まあその違う切り口でやった方が大事な要素がいろいろ習得できるよっていう話を最近多岐にわたって話をしております。 で、上にその手のリストをカードで出しておきますので、もし今日初めて見られた方とかで興味がある方は、よかったらね、今のリストから見てみてください。よろしくお願いいたします。そして今日は、えー、冒頭にも話しましたように、知ってるスタンダード曲を、まあ、増やそうというふうなテーマで話をしていきます。 でまあ、そんな難しい話ではないんですけど、こういう風な感じでやってくださいね、みたいな話を説明していこうかなと思います。と言いますのは、やっぱりね、ジャズのスタンダードって一般の方にはあまり知られてない曲が多いと思うんですよ。 で、よくね、これあるあるなんですけども、ジャズミュージシャンの友達とかと話していると、これ一般の人知ってんのかなっていう話には良くなります。僕たちは、まあそんなに僕もね、あの、まあベテランの大先輩の方と方の方が、もっとね、たくさんの曲知ってる方とかいらっしゃいますし、中にはね、あの、ミュージシャンじゃないんやけど、ジャズが好きで CD いっぱい聴いてて、えー、たくさんの曲を知られてる方もいらっしゃいます。 なんですけど僕もね、まあ、その、それぞれに比べると、まあ少ないと思いますけど、まあやっぱたくさんの曲を勉強してきて、たくさんの曲を楽しんで聴いている立場なので、まあ普通の一般の人らが知らない曲をたくさん知ってるわけですよね。そしてまあジャズがどんどん好きになっていくと、まあ、流行り曲はあまり聴かなくなってしまって、逆に最近の J-POP とか全然知らないとかっていう状況にも陥ったりするんですけど、例えば一般の人に、この曲知ってますよね、当然スタンダードですよねって、だいぶ自分の中では譲歩するというか、もう世の中の人が知ってて当たり前だろうと思うジャズスタンダード と話をしてもいいいいやわかんななでですす聞いたことないですみたいな話っていうのは友達のミュージシャンと話しててもそういうことよくあるよねっていうあるあるの話なんですけどやっぱりねそのジャズの勉強をねこのアドリブの勉強をしたいと。 思ってやられてる方僕はよく、あの、よく、あのジェレ、レジェンダリーの人たちの CD をよくたくさん聴いてくださいねという風なスタンダードをたくさん聴いてくださいねという話をたくさんしてます。そしてもちろんね、そのいい CD はこれおすすめですよという感じで紹介したりすることもあります。で、ね、その CD の紹介のやつも上上げときますね。 なんですけどやっぱりほとんどの人っていうのはあんまこの曲聴いたことないけどなんか雰囲気がかっこいいなとかっていう感じで聴いてる人が非常に多いと思うんですよだけど実を言うとこれはほとんどスタンダードなんだよ皆さん知らないかもわかんないですけどスタンダードと呼ばれる部類の曲なんですよということはよくありますなので今日はそのスタンダードというのをまあスタンダードと言われそうな曲を どのように探してで、そしてどのように見つけていくのか、そしてどんな感じで楽しんでいただきたいのか、というふうな話を中心にしていこうかと思います。まあそんな感じで、えー、まあ普段はですね、えー、ジャズのアドリブの話は最近たくさんしていたりとか、えー、もちろんね、チャンネル名見ていただいたらわかるように、ベース、ベース、ベースということで、えー、まあそのベースの話をたくさんしていたりとか、えー、ベースの話はね、むちゃくちゃ初歩の段階からやってますので、ちなみに動画も上に全部の動画も上げておきます。それとかですね、 他にも、もちろんね、その音楽理論だけを知ってたらアドリブができるというわけではないんですけど、理論的な側面を知っているから、えー、アドリブが、えー、練習が補佐されたりとか、曲が理解しやすい、えー、もっと言うと、えー、ベースラインなんかでも組み立てやすいとかっていうふうなのにつながっていたりします。で、音楽理論とかの話とか、ダイアトニック、ダイアトニックコード、ダイアトニックスケールの話とかもたくさんしてます。それも分かりやすいように、そして僕の他の動画に繋がりやすいような感じで、ちょっと違った切り口とかでも話してたりしますので、まあ、そのリストも上に上げて いておきますそしてダイアトニックの資料下から購入できるのでもしよかったらねあの購入できる URL 貼っときますので、えー、そこにもねいろんな文章を書きましたので文章はタダで見れますのでもしよかったらそちらも説明欄から合わせてご覧いただけると嬉しいなと思います。まあ、そんな感じでねもし今日初めて見られた方いらっしゃいましたら、えー、いろいろ面白い話をたくさんしておりますので、えー、もしよかったらねあのチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 そして、今日も少しでもためになったとか、面白かったとか、思っていただけた方、合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、えー、具体的にスタンダードの探し方ということでね、よくありそうな話なんですけども、行ってみたいなと思います。どうぞ。はい、どうもです。ではね、えー、早速行ってみようかなと思うんですけども、まあ、そもそもなんですけど、ジャズの CD というのは、まあ、スタンダードってどういうとこから来てるのかというと、えー、昔の 映画音楽だったりとかが、えー、ジャズミュージシャンに好まれて、えーまあ、アレンジされたりとかジャズっぽい感じのコード進行に変えられたりして演奏されてきてそれを別の人が聞いたものがあこれってかっこいいなっていうのでいろんな人に演奏されるようになったというのがスタンダードの始まりだと思いますなので、えーまあ、特にねよく言われるのがマイルス・デイビスさんが、えー、あれ50年代ぐらいかな60年代ぐらいかな50年代ぐらいだと思うんですけど えー、たくさん CD を吹き込んだんですけど、まあマラソンセッションとか言われたりする CD が4枚あったりとかするんですけど、まあ初期のマイルス・デイビスさんが演奏された曲とかっていうのは結構スタンダードとして認知されてる。まあそれだけ曲のアレンジとか感じが良かった、かっこよかったっていうのはあると思うんですけど、 まあそれ以外にも、例えば今さっき出てきたマイルス・デイビスさんだったり、まあその時一緒にバンドでやられてたジョン・コールトレーンさんだったりとか、昔のレジェンドの人たちが演奏してた曲とかっていうのも、あ演奏してた曲じゃない、えー、作った曲、作曲した曲とかっていうのも、やはり同じくジャズスタンダードとして扱われることも多いです。 それ以外にも、最近ですと、パッド・メッセリーさんだったりとか、ギタリストのパッド・メッセリーさんだったりとか、まあ、あの、チャーリー・ヘイデンさん、もうしばらく前に亡くなっちゃいましたけど、ベースの方だったりとか、えー、ベースのスティーブ・スワローさんだったりとか、 まあチック・コリアさん、えー、チック・コリアさんもしばらく前に亡くなっちゃいましたけど、えー、ハービー・ハンコックさんだったりとか、えー、比較的近代、まあ、近代って言っても結構昔なんですけど、の人たちが作ったかっこいい曲とかっていうのも、まあ、いろんな人に愛され、いろんな人に演奏されて、まあ、スタンダードというふうに認知されてるということもあります。 なので、実際 CD とかを聞いてみると、スタンダード曲と言われる曲の中に、その人のオリジナルが入ってたりします。僕も、えー、と CD 販売してますけども、えー、CD も僕のオリジナルとかも入ってたりするので、まあそれはスタンダードではない感じになるわけですよね。で、じゃあそういう風な中で、まあもちろんね、あのー、オリジナル曲とかでも、この人の曲かっこいいなと思って聴くのっていうのもすごく価値のあることなので、まあそれはそれでね、また別の切り口で楽しんでいただきたいなと思うんですけど、 やっぱりね、そのスタンダードっていう風なものっていうのが、どういう風な曲があるのか、皆さんわかん、あまりわかんないと思うんですよね。もちろん、フライミーツ・ザ・ムーンとか、イパネマの娘、えー、それから、あと何がありますかね。有名な曲だと、ナイト・アンド・デイとか、えー、よく言われるのだと、ミスティ、それから、ボディ・アンド・ソウルとかですかね。あとは、何がありますかね。よく言われるの。まあ、で、こんな、この辺の話とかでも今ね、わかんない曲あるっていう人は、多分視聴者さんの中にもいるかもわかんないんですよね。 で僕はもう当たり前のもう超度スタンダードだと思って言ってるんですけどこれでももっと譲歩してるんですちょうどスタンダードの中でもさらに一般の人が 勉強、ジャズの勉強を始めたばっかの人、もしくはまだやってない人でも知ってんじゃないかなと思って、ジョーとして言ってるぐらいの曲なんで、うん、まあ、でもこれももうちょっと言っていくと、ね、この間の、えー、ラブレターズっていうスタンダードも知らないよっていう人も結構多かったですし、例えば Have You, Met Miss Jones だったり、The Is No Greater Love、えー、この間やった The a ル・ネ Will Never Be Another You、i t d h a p p e n to You とか、まあ他にも何がありますかね。まあ、たくさんありますね。 あのー、まあ、今の中でもね、知らないっていう人もいると思うんですけど、じゃあどうやって探していくといいのかというと、それは、やはりね、皆さん勉強し始めると、大体スタンダードブックっていうのを購入したりすると思うんですよ。 例えば僕が持ってる本だと、まあこれも表紙がなくなってしまって、もうボロボロなんですけどね、ガムテープつけたりして何度もつけて、もうそれでもボロボロになってるんですけど、これはザ・リアル・ブックというものですね。これ最近使ってる人少ないと思うんですけど、まあ最初は著作権の問題があって違法で出られてたみたいなんですけど、これはもちろん合法のものです。海外の本なのでね、まあこんな感じでスタンダード、まあ、中身はちょっと見せられないですけど、スタンダードがたくさん載ってます。どうもこれは僕が聞いた話だと今5巻ぐらいまで出てるみたいですね。 でも、えっ、ー、と、僕は三冠までしか持ってないです。そして、え近、ー、昨今ですと、おさむこういさんが書いたね、ジャズスタンダードバイブルっていう、この黒い本ですね。黒本って通称呼ばれてますけど、これもね、結構もうボロボロになってますけど、ま、あこのようなスタンダードブックがあります。でね、もうね、大体なんとなく、イメージついたと思うんですけど、まずね、この中から、こう、 まあ、何がいいかってわかんないと思うんですけど、まあ僕もね、僕の動画見ててもらったらね、よくちょこちょここう、スタンダードの話だったりとか、僕がえ演奏してる動画とかも上げてたりするので、まあそういう風なのを見てね、あのー、まあスタンダード曲っていう風に、まあ思うかもわかんないですけど、まず一つはですね、この本を見ていただいて、なんかちょっと気になりそうな曲とかを、最近だと、えー、まあ Apple Music とかですかね、サブスクライブが本当は一番いいと思います。 もしくは YouTube なんかで検索していただくとスタンダードの名前入れてジャズとか打つと曲が出てきたりとかするのでまあその辺で聞いてもらってあかっこいいなと思う曲をまあ聞いてもらうとか本当ならね CD を買っていただくとかサブスクライブとかでちゃんと聞いてもらうのが一番いいと思うんですけど YouTube はね合法じゃないので上がってたりするのでまずそういうふうに探すのが一つの観点としてありますでもう一つ もう一つは、例えば CD とか何かの目当ての、今、例えば今さっきのね、あの、こういう風に調べて、まあ、キラー・ジョーっていうスタンダードあるんですけど、あキラー・ジョー、ベニー・ゴルソンさんっていう人が書いた曲なんですけど、キラー、たまたま開いたんですけど、これ大好きな曲です。えー、キラー・ジョーっていうのがあるなと思って調べると、まあ、キラー・ジョーだとクリスチャン・マクブラザーズさんとかも演奏してるんですけど、まあ、出てくると思うんですよね。そうすると、そのアルバムに入ってる曲があったりすると思います。で、そうすると、まあ、あ、これかっこいいなとか思ったら、それがスタンダードかどうか、 本でで探してもらいたいたんですよで大体このあバイブルだと2本出てる2冊出てるのでまあない曲もあったりすると思うんですけどまあ僕が持ってるこのあまあこういうアイデアルあアイデアルじゃないなリアルブックだったりするとまああのー、もっと曲数が載ってるので分厚いのでねで3巻分あったりするのでだいたい調べてるとスタンダードの場合だったりすると載ってたりします。 でもちろんねそのアルバムのオリジナル、アルバムの制作者のオリジナル曲だったりすると、えっ、ー、と、クレジットのね、えー、作曲者のとこを見ると、えー、アルバムの人と被ってたら、あ、これはオリジナルだからスタンダードとしては扱われてないなっていう場合もあったりします。ただもちろん例外もあって、チックコリアさんのアルバムを聴いてて、スペインがチックコリアさんが作ってるってなった時に、あ、これスタンダードじゃないのか、ちょっともうそれはスタンダードになってしまってるので、チックコリアさんだとスペインとか Windows だったりとか、 えー、シージャーニーとか、まあ、もちろんいっぱいあるのでね、パッと今思いつくのが出てこないですけど、あとはアルマンド・ズルンバだったりとか、あと何がありましたかね、なんかいっぱいやったことあるので、まあ、パッとは出てこないですけど、まあそのようにね、あの著名な方だったりしてもそれぞれがスタンダードだったりする場合もあるのでね、まあ、例外もありますけど、まずね、あのー、双方から探してもらうみたいな感じのことをやってもらうと、スタンダードの感じが増えていくんじゃないかなと思います。で それは、まあ非常に重要な、まあちょっとなんていうかな、勉強と言ったらあれですけど、みんな音出すのが勉強だと思ってますけど、なんか常によく聞いてくださいよとこの動画では話してますけど、やっぱりね、このスタンダードを知ってる、もっと言うならそれをたくさん聞いてメロディーが口ずさめれるとかっていうのは、やっぱりね、そのプレイヤーとしてもアドバンテージだと思いますので、 ま、その辺をね、えー、やってね、さが、いろいろ双方な感じで探してもらえるといいかなというふうに思ってます。ではね、一回ちょっと切って、えっ、ー、と、インターバルを入れて、そして、えー、なぜスタンダードというものをね、意識して聞けた方がいいのか、という話を最後に少しだけして終わりにしようかなと思ってます。はい、どうもです。ではね、えー、最後にね、話して終わろうかなと思うんですけども、今日はちょっと短めに終わろうかと思ってます。 え、まずね、スタンダードというのをなぜ意識して聴けた方がいいのかっていう話をしたいんですけども、まあもちろんね、その、例えばこう、スタンダードの中にも、まあ僕がアドリブで初期段階にね、こういう風なのやった方がいいよっていう、まあそれもね、初期段階に取り上げてほしい曲みたいなのはまたリストアップしようかと思うんですけども、あの、その初期段階にやった方がいい練習っていうのは、やっぱまあいろいろ理由があるわけですよ。 で僕は初期段階に練習する、一般的に練習よくした方がいいよと言われる曲を僕はあえて選んでないものもあります。それは僕がいろいろコンセプトのもと僕の練習方法だったらこれはやりにくいよなとか、いうふう効果が薄いだろうなとかっていうのを考えてわざわざ除外してたりするんですよね。なので、まあ、それについてはね、またおいおい話したいなと思うんですけど、 やっぱりその曲によっては練習に向いてる曲、向いてない曲、初期の練習に向いてる曲、向いてない曲っていうのはもちろん存在してるんですよ。だけど、この、例えば本を見て探して曲を探すっていうのもそうですし、逆にその曲のアルバムの中からどれがスタンダードか本を見て、ある程度の当たりをつけるっていうふうなものっていうのは、 まあその実際の曲の難易度っていうのは分かんないはずなんですよね。練習する上で。まあもちろん分かり得ないと思います。まあ、特に初心者の方だったりすると。なんですけど、その練習するかどうかとか、練習している曲をだけを聴くというわけではなくてですね、やっぱりこのチャンネルで、ね、何度も言ってますけど、例えばコード進行が複雑なものだったり、複雑な表現をしてたとしても、やっぱりそのジャズのすごく重要な要素、リズムを、まあ、乗せていくというかね、 あの、宿していくっていうのが、やっぱりすごく重要な要素であります。これ以前話したことあるかもわかんないですけども、ディジー・ガレスピーさんの言葉で、有名な言葉であります。ミストーンは、なんだったかな、してもいいってわけじゃないけど、まあ別に大丈夫だよと。だけど、間違ったリズムは絶対弾いちゃいけないんだ。っていう名言、格言があるぐらい、やっぱりリズムっていうのは重要です。大事です。 なので、そのもちろんね、何を弾いているかとか、細かくトランスクライブをするわけではないんですけど、あ、ちなみにトランスクライブの方法もね、そのうち話していこうと思いますのでね、興味がある方はね、チャンネル登録もしてお待ちください。で、そのトランスクライブをして細かく勉強していくわけではないんですけど、ですけど、やっぱり、その CD を聴いて楽しむ、あ、これスタンダードなんだなっていうふうに、 わかっている、思うということはやっぱりすごく大事です。そしてオリジナルもすごくかっこいいんですけど、やっぱりそのスタンダードをたくさん知ってて口ずさめる、先にも話しましたけど、たくさん知ってて口ずさめれるというのは、やっぱりアドバンテージになりますし、最終的にもっともっと上手くなっていったときに、 やっぱりそのスタンダードを、その曲を聴いたことがある。仮に初見でやらなくて、やらなきゃいけなかったとしても、そのスタンダードのメロディーが、あ、これ聞いたことある。これは何度も聞いてたやつやと。練習したことなかったとしても、初見になったとしても、曲をなんとなく知ってるというのは、やっぱり非常にアドバンテージになります。そのセッションやったりとか、慣れた時にですね。なので、必ずスタンダードを意識して聞くということは、えー、いろんな意味で、 えー、皆さんの財産になっていきますので、なので、えー、こういう風にね、スタンダードをいろいろ、まあ、ていうか、当たりをつけてね、えー、聞く感じでやってもらえるといいかなと思います。そしてね、やっぱ何よりも、本来なら、CD を聴いて、なんか楽しんでリズムに乗っていただく。これが本当に大事なことです。だけど、やっぱりね、ポンとね、よくわからんな、CD 何がいいんやろな、あ、森田こんなんおすすめしてたな、あ、じゃあこれ買ってみようかな、これ聴いたな、あー、いいな、でもそっから広がんないじゃないですか。も,もちろんね、 あのその参加されてる気に入ったミュージシャンから広げていくっていうのも手ですよって話も以前したことあると思うんですけどだけど同じくスタンダードから当たりをつけてそのスタンダードから広げていくそのスタンダードって別の人がやってんのかなそれだとどんな感じなのかなって探してもらうとかそういう風な感じでスタンダードを広げていく CD 聴きたい CD を広げていくっていう風なサポートにもしていってもらえるといいかなという風に思ってます。 まあ今日はね、特に実技というわけではなくて、何というか練習のすごい大きなサポート、えー、楽しんで聞けれるための、何ていうかな、アドバイスというか、えー、豆知識みたいな感じで今日は話してきました。まあ、そんな感じでね、このチャンネル、常にね、聞くことは大事だというふうに話してます。ぜひね、あのプレイするばっかではなく、アウトプットするばっかではなく、 イインンププッットトしししししててててていいいいいくく練習インプット楽楽んんでで、えー、ジャズをももっっっととととと広げていくというななこやただけると嬉しいなと思っておりま,すまあそんな感じでね今日はこれぐらいの話で終わろうかなと思ってますまあそんな大きなね話ができたかわけじゃないかもわかんないですけど、えー、もしね楽しんで、えー、聞いていただけたら嬉しいなと思いますそんな感じで、えー、今日はこれにて終わりにしようかと思います、えー、もしね今日初めて見られた方チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら何卒チャンネル登録もよろしくお願いいたします そして今日も少しでも面白かったとか、あそんな探し方があったんやとか思っていただけた方、ジャズスタンダードってやっぱり知っててそんないなとか、えー、少しでもためになったなとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンもよろしくお願いいたします。そんな感じで今日はこれで終わりにしようかと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。えー、ありがとうございます。失礼しまーす。